皆さんこんにちは、ホジトレ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、私新しい沼にハマりました。その名もトラベル三脚沼です。はい、その中でですね、お一つ、ご提供いただいた商品があるので紹介したいと思います。こちらですね、ウランジっていうメーカーなんですけど、この三脚ですね、ここ数週間使ってたんですが、とってもいい三脚だったのでご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。今年の4月にオーストラリアに皆既日食を撮影しに行くんですね。で、最近ちょっとした登山も始めたっていうのもあって、三脚はやっぱり軽くしたいなって思ってた矢先に、こちらのウランジさんからレビューしてみませんかっていう依頼をいただいたんですよ。で、この三脚ね、すごく評判がいい三脚で、私の仲のいい視聴者さんもね、これ使ってる方っていうか気になってる方がいて、まあ、ちょっとやってみようかと思って、ご提供いただいたっていう流れですね。結構素晴らしい三脚です。もちろん三脚自体が軽量化することでできなくなることっていう、まあ重い機材が乗らないとか長いレンズが載せれないとかね、まあそういったことは起こるんですけども、大体の撮影これ1本で済みます。こちらの三脚はですね、重さが1キロだそうです。なんか1キロもないんじゃないかぐらい軽いんですけど、18キロまで乗るんだって。本当かよって感じですけど、18キロまで一応耐荷重耐えれるそうです。で、この状態43センチだったかな、43センチで、最大150センチぐらいまで行くんだよね。自分のアイレベルに近い状態ぐらいまではカメラを置くことができるので、まあ、最大長も結構あります。ここの三脚ですね、ここをこう外すとこういう風に三脚が伸びます。で、5段ですね、5段のカーボン三脚になります。はい、なのでまあこう段数が増えるとだんだん最後の節がね細くなるので強度的には落ちるんですが、短く作れますよというのがポイントです。ここの部分、こういうストッパーでパチンとやる部分と、私が普段から愛用してるロックナットっていうのかな、ねじるタイプと2種類あるんですけども、こっちのタイプのメリットとしては、まあこう最後までこう押せばしっかりと固まるので、ナットのタイプだと最後までちゃんと締めてなくて途中で緩んじゃうとかそういうことがあるんですけど、こっちの場合は、そういったことがありません。ただまあ砂場とかで、操作するとこれちょっと砂を噛んでしまったりすることがあるので、その辺は注意かなと思います。で、ここが緩んできた時はですね、ここに六角レンチがあって、この六角レンチを回すと、ここのこのなんていうかストッパーが緩んだ時の、調整をすることができます。で、その六角レンチがね、また秀逸なんだ。ここにさ、ここにこういうパーツがあるんですけど、根元から回すとね、で六角レンチ出てくるんですよ。だからこの六角レンチでここをこうくるくる回して硬さを調整することができると。三脚に限らず、なぜかこの六角レンチを使うカメラ用品メーカーさんですね、赤道儀とかでもね、こうマグネットで三脚収納できるやつがあるんですよ。これはね、いろんなメーカーにね見習ってほしいなと思います。で、こうやってねじ込むタイプだとなくさないからさ、これなくさないっていうのが結構大事ですよね、で、使い方なんですけど、まずね、こういうところにね、こう三脚の穴が開いているんで、なんかスマートフォンつけたりとかさ、追加でアクセサリーを取り付けることができます。で、ここをこう緩めると水平が取りやすくなると。ここのですね、なんだろう、ノブをこれをパンと引き上げると、こういうですね、エレベーターで、稼働することができます。カメラの取り付けですけども、ここのところがアルカスイース規格になっていて、はい、このクイックリリースプレート、これをカメラの底に取り付けてですね、ネジが2つ、これストッパー回転防止なのかな、ありますん で、ここのところにね、水準器もついてるんですよ。こういうアルカスイースのこの L 字ブラケットとかつけているタイプのカメラをご利用の方でも、このクイックリリースプレートを取って、
で、このカメラを、取り付けると。 L 字ブラケットを取り付けてる人だったらこうやってね、縦構図に変更することはできるんですけど、そうじゃない人、この底のところにだけにそのアルカスイスのプレートをつけてる人、まあさっきのこのプレートを使う場合とかそうですよね。縦構図なんかできないじゃないですか、雲台部分がない、なさそうに見えるんで。なんですが、これをねちょっとだけ引き上げてみると、ほら、これなんか溝出てきたでしょ。で、ここのレバーをこう外すと、こうやって縦構図できるんだね。結構アイディア商品だなって思ってて、雲台部分ってやっぱり小さくしたいじゃないですか。三脚が軽くても雲台はごつくてね、軽量化なんないとかそういう場合もあるので、ここの自雲台の機構を、まあ、ちょっとこのセンターポールにその機構を、一緒にすることで、ここの部分の挙動ってやっぱりその首が細くなるから、まあ、落ちるっちゃ落ちると思うんですけど、それでもさ、こうやってさ縦構図にしなければね、ものすごい軽量化につながるわけですよ。そしてね、あのメモリが振ってありますが、えらい、ちゃんとねパノラマもついてるんですよ。こう回転させることができ、あ、これまだ外してなかった、恥ずかしい、今、いや、こうやって回転させることもできるんですよ。縦構図にしてパノラマの部分を緩めればね、こう調整もできるっていうことで、三脚に求められてる動きは基本的には全てできる、まあ、パーフェクトですね。この三脚の根元のところ、ここを、ここ押すと、こういうふうにですね、三脚の角度が調整できます。だから三脚を低くして撮影するっていうこともできます。で、この六角レンジなんですけど、こういう三脚のレバーの締め付けですね、を調整する他に、もう一個面白いのがあってですね、この工具を外すと、このセンターポールがスポット取れるんですけど、これね、面白いのがね、ここに溝あるじゃない、ここに溝があるんですよね。で、この溝なん かあんのかなと思って見てみたら、ここをバキッと曲げるとね、ここに六角レンジの穴が出てくるんですよ。ここにこうやって工具差し込んで、こうやって緩めると、お、パチンっていったね、パチンっていったら外れるんですよ、これ。だからこの部分もいらないなっていう方、さらにこう軽量化することができる。あと、このセンターポール抜いて、こう下から取り付けることができます。こう下からこういう風に取り付けて、こういう状態にできるんですよ。ここにだからカメラをつけれるっていうことですね。結構なんか凝ったことしてるなって感じですね。まあ、ここのセンターポールの支柱が丸じゃなくて三角なんですよね。わかるかな？三角形なんですよ。だから、はめるときに形が合ってないとちゃんとはまんないので、そこはまあ注意かなと思います。で、この三脚、耐荷重18キロだったって言うんですよ。で、本当かなと思って、私が持ってる中で一番大きいカメラ取り付けてみようと思うんですけど、さすがにこのまま乗せるのはね、怖いんですよね。だからまあ前後バランスは取った方が良くて、こういう、これ NR140 かなっていう前後のバランスプレートなんですけど、こういうのをつけて、こう前後バランス取ってね、使うようにすれば、本当に18キロいけそうな感じします。軽量化されることでどんなデメリットがあるのかなって思うじゃないですか。なんだけど、強度に関してはね、まあこうやってひねるとちょっと歪みは出るけど、でも全然なんか思ってるもずっと少ない感じです。強度は申し分ないし、まあそれぞれにギミックがちゃんとしっかりしてて、そう、あと石突きがね、石突きゴムなんですけど、最初一応ねスパイクもついてるんで、スパイクに変換することもできます。まあ私もいろんな三脚使ってきてます。やっぱりそのなんか仕事柄というか、三脚はすごいこだわるポイントだと思うので、いろんな三脚使ってきたんですけど、まあなんていうか、悪いところであんまり見当たらないですよね。すごい長い望遠レンズを使うとかそういうことじゃない限りは、結構使い勝手いいんじゃねえのって思いますよね。トラベル三脚もここまで来てんだなっていう感じがします。やっぱその足を伸ばせば伸ばすほど、ちょっとこうたわみも出てきたりとか、
部分もありますが、まあ、それはしょうがないですよね。そういうのをちゃんと理解して、トラベル三脚としてこの機材ができる範囲内で撮影をすることが大事なわけですけども、その撮影範囲が非常に広い。どんな方におすすめなのかなというふうに言いますと、まあ、動画撮影でも使えないわけじゃないですけど、まあ、このパノラマの方向はねすごく滑らかですけど、こっちのハーフボールの雲台の方は滑らかではないので、まあ雲台動画でできることは結構限られるのかなと思います。どっちかというと写真ユーザー向けなのかなと思います。で、私みたいにその遠征とか登山とかする人で軽さを求めている人とか、あと初めて三脚買う人には予算に余裕があるんだったらこれおすすめかなと思いますね。なんか買えない人の理由っていうのがやっぱ値段が高いプラス大きさだと思うんですよ。でかい三脚ってやっぱ誰も持ちたくないんですね。もちろん三脚が大きければ大きいほど強度が増すので、やっぱり自分の撮影、自分みたいなそのプロでやってる人とかね、には必要なものではあるんですけども、そうじゃない人にとってはそこまでの大きさって必要ないわけですよ。だから初めて三脚買う人にはちょっとお金を出して、まあ、こういうのを使った方が絶対後々いいことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、私は。だからね、初めて三脚買う人にはすごくおすすめかなと。まあそんなところですかね。非常に良い三脚だと思いました。もちろんその使い方ね、何でもかんでもできる撮れるわけではないので、そういった使用範囲というかのは撮影する使う人が考えながらやらなきゃいけない部分はもちろんありますけども、それを差し引いてもね、この軽さと強度は素晴らしい出来じゃないかなと思います。とまあ今日はここまでにしましょうか。はい、こんな感じでございます。このウランジさんの三脚ですね、興味のある方は概要欄にあるリンク先からぜひおポチりくださいと。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもー。